はい、こんにちは、梅野です。今日は高知県高知市中心部の城西公園にやってきています。ちょっとこのイチョウの木がですね、紅葉し始めた感じになってまして、ちょっとこの公園を通りに来てみました。今回は構図をね、ガチガチに決めて撮る感じじゃなくて、ちょっと気軽にスナップ撮影みたいな感じで撮影してみたいと思います。それでは撮ってみたいところを見つけに行きたいと思います。はい、そしたら1枚目はね、ここを撮っていきたいと思います。ここちょっとカメラを下げまして、で空の範囲を広めに入れまして、左側のこの木をですね、画面の左上のところに来るようにして、この街灯をですね、街灯がど真ん中に来る感じで、この構図でね、ちょっと1枚撮ってみたいと思います。はい、カメラの設定していきます。画面、全体的にピント合わせたいんですけども、全体に合いすぎてもちょっとカリカリすぎて疲れる写真になるかなと思いましたので、 F 値は8に設定しています。 F 値は8の時にシャッタースピードが100分の1秒、十分手ぶれしませんので、 ISO 感度は100で OK です。ではこのカメラの設定で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。画面の左上の方まではこの緑の木をですね、入れまして、で空の範囲を多めで、真ん中から右の方にイチョウの黄色い葉っぱを入れて、空と緑と黄色で結構はっきりとね、色が分かれて綺麗なんじゃないかなと思います。で真ん中にはね、この街灯を入れて撮ってみています。この前ですね、初めて星空撮影にチャレンジするって動画を上げたと思うんですけども、あの撮影の次の日が今日なんです。で、あの時ね、家に帰ってきたのが朝の4時半ぐらいやったかな。でね、結構ね疲れてまして、あんまり頭が回らないんですけども、ここのね、水のところかなり綺麗ですね。あの水が流れているところと、で横の辺の木はですね、この辺ですね、この辺は紅葉が赤く焼けて染まる時期はですね、いい写真スポットになっています。あれもちょっと赤くなってきてますね。ただそんなにあれかな、撮ってみたい場所がないかな。はい、あそこの花壇みたいなところですね、ちょっと今光が当たってて、こっちは暗いのにこっちは明るくて、コントラストが効いて綺麗なのと、奥のね、用水路っぽいところにも光が当たってピカピカしてます。多分ね、あそこ玉ぼけになると思うので、ちょっとこの花壇をメインにこの暗い雰囲気も入れつつ1枚撮ってみたいと思います。はい、ではカメラを設定していきます。でメインの花以外は特に陰影の要素があったらいいだけの感じなので、 F 値は 2.8 まで下げてきます。でシャッタースピードはこれで200分の1秒なので、ISO 感度100で OK です。で陰影の感じを強く出したいので、露出値はマイナス 1.7 まで下げてきまして、で日陰になっているところをかなりアンダー気味に撮っていきます。で横構図やとちょっといい構図を思い浮かばなかったので、ここは縦構図で撮っていきます。はい、撮れた写真がこんな感じになりました。ちょっとね、撮る前に思ってた感じで、玉ぼけ出したかったんですけども、ちょっと距離感的にね、玉ぼけは出なかったので、光の陰影をメインにした写真にしてみました。他、花の周りは結構アンダー気味になりまして、でメインの花のところに綺麗に光が当たって、で花壇がこう、なんていうかな、
影になってますので、なんやね、立体感出るんかな、これで。まあ、想像してた、まあ、雰囲気の写真は撮れたと思います。では、ちょっとまた移動してみます。ここはさっきも言った通り、高知市の中心部にある公園なんで、まあ、公園なのと、通り抜ける道としても利用されてますので、結構ね、人が通ります。あんまこの高知県でカメラ片手にベラベラ喋ってたら、やっぱりね、結構ジロジロ見られますね。まだね、動画初めて回らないんでね、やっぱちょっと恥ずかしい感じはありますね。ここいい感じかな。ちょっと逆光ですけども、イチョウがちょっと黄色くなってきてますので、ちょっとここ1枚撮ってみたいと思います。で、さっき構造をですね、あんまガチガチに決めて取っていかないって言ったんですけども、ちょっと今回ですね、この並木道をあえて薄さず、この手前にあるですね、この変なって言ったかな、変わった実を、変わった実のところにピントをしっかり合わせて、で、後ろのね、この背景はちょっとぼかして取っていきます。くっきりはっきり写すんじゃなくて、ちょっとこの想像する余地を残すというか、そういう感じの写真にしてみたいと思います。よいしょ。はい、ではカメラを設定していきます。で、前の実にですね、ピントを合わせて背景をぼかしていくんですけども、ぼかしすぎても並木道っていうのがわからないぐらいぼけちゃいますので、F8 に設定して、で、被写体の実にですね、がっつり近づいてボケ感を出していきたいと思います。今日かなり明るいので F8 にしても、シャッタースピードは1/200秒、手ブレしませんので ISO 感度は100で OK です。で、露出補正は、今回はアンダーにする必要ないのでプラマイゼロに戻しています。この設定で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになりました。左下の実のところにピントを合わせて、で、後ろのこのイチョウ並木はですね、あえてぼかすことで、まあ、どういう雰囲気なのか、どういう道なのかっていうのをちょっと想像してもらう余地を残した写真になります。だからどうしたっていう話なんですが、まあね、あまり全部僕の写真ってこう全体にピント合わせて写真が多くて、あんま開放とかで背景すごいぼかすっていう写真少ないので、ちょっとこんな感じで今回撮ってみました。まあ、いい写真じゃないよねこれ。まあ、ただね、こう写真あんまり根詰めすぎて、いい写真って考えてもつまらなくなってしまうので、まあ、たまにはね、こういうちょっとこう自分なりに遊びながら撮ってみると、カメラに飽きずに長く続けれる趣味になると思います。はい、ここですね、なんか綺麗に紅葉の部分がリフレクションしてますので、あれを生かしてなんかいい写真撮れないか、ちょっと構図探してみたいと思います。はい、僕のセンスではうまく生かしきれなかったので次行きます。向こうの方のベンチのところの感じもいい感じですね。はい、次はグラウンドにやってきてみました。まあ、サッカーとかね、野球とか部活やってきた人にとってはちょっと懐かしい場所になりますね。ここね、下のところに、見えるかな、こんな感じでね、紅葉した葉っぱが落ちてまして、で、光がね、今ちょうど夕方になろうとしているんで、影がね、横に伸びてきて立体感がありますので、まあ別にもちろん気軽に撮るんでテーマとかないんですけど、まあ、こういうやつをね、撮ってみたいと思います。まあ、インスタ映えしそうな感じですね。で、こういうのをね、撮るときに上からね、まあ、真上から撮るか、カメラを下げてきて
以上、ごめんなさい、手ぶれが。こういう感じでね、前後の感じを出してあげた方が雰囲気のある写真になります。普通にね、突っ立った状態から撮ってしまうと本当にただ草撮ってるだけの写真になってしまうので、ここはね、アングルを工夫してこう真上から狙ってみるか、ローアングル、あ、ローアングルでこういう、見えんな、これが見えん、こういう感じでこの 前後のボケ感を出してあげると、ちょっと雰囲気のある写真になります。はい、じゃあカメラを設定していきます。で、さっき言ったですね、ハイアングルとかローアングルとか角度の工夫つけて撮った方がいいよって話なんですけども、今回は僕は、今回は、僕はローアングルで撮っていきますので、背景ボケっていうのを使っていくんですけども、この時に例えば単焦点レンズ買ったばっかりの人とかだと F 値に一番低い 2.8 とかに設定して撮っちゃうと思うんですけども、 1.8 か、単焦点やったら 1.8 とか2とか 2.4 とか数字になると思うんですけども、開放で撮ってしまうと、この撮りたいメインの被写体の葉っぱですね、葉っぱも前後ボケてしまいまして、一部だけに、葉っぱの一部だけにピントが合ってしまいますので、あんまり下げすぎてもダメなんです。ダメってこともないけど、まあできたらですね、背景ボケ使う時でもですね、 F 値上げ気味にしまして撮った方が葉っぱ全体にピントがあってくっきりした写真になります。被写体と背景の距離感によってですね、ボケ具合が変わってくるので、この F 値に何が正しいかっていうのはですね、必ずしもないんですけども、今回僕が撮る写真の場合は F11 まで上げても、綺麗に前後がボケてますので、よかったら見てみてください。すごい晴れているので、F11 まで上げてきてもシャッタースピードは1/400秒で、グラウンドですので、下の土ですね、土に、太陽の光が反射して明るすぎるので、露出土はちょっとピンボケしてる、露出土はマイナス 1.3 に下げて、これで撮ってみます。はい、撮れた写真がこんな感じになります。 F11 まで上げても葉っぱの前後ですね、前側と後ろ側しっかりボケているのがわかるかと思います。で、これをですね、この角度によってですね、ボケ具合変わるので、これ例えば角度をもうちょっと上に上げると、もうあんまりボケてない写真になってしまいますし、もっとですね、ローアングルにした場合は F14 とかに上げてもですね、しっかりボケた写真になってきますので、この辺はですね、いろいろ試してみてください。で、肝心の写真の方はですね、本当に特に意味のない撮っただけの写真になってます。はい、じゃあ、あとはですね、ちょっとこう露出値を下げ気味のアンダーに設定しまして、ちょうどこの木漏れ日のアンダーな感じになった写真を撮ってみたいと思います。はい、パパです。映る。はい、今日撮影に来たのは高知城西公園という場所でした。他にね、ここ綺麗ですね。他にね、戻るものないので、この辺で終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。